週末の騎士を召喚。ゾンビキャリアを墓地に送ります。根付きの効果で墓地のアンデッドを、蘇生。レベル4の週末の騎士に、レベル2のゾンビキャリアをチューニング。闇と闇重なりしとき、権力が世界を支配する。シンクロ召喚。現れろ。御用ガーディアン。見やがれ、これが権力だ。バトルフェーズ。じゃなくてターンエンド。止まれるな、勝負はこれからだ、俺のターン。スリクリー解剖。ドロー、ウイルスの効果はこれで終了だ。モンスターを1枚セットしてターンを終了する。もっと満足させてくれ。俺のターン、ドロー。バトルだ、御用ラリアット。効果は使用しない。クリッターの効果で、敵からウィンネを手札に加える。カードを1枚セットしてターンエンド。柵に溺れたが、俺のターン。デブリドラゴンを召喚。このカードは通常召喚に石墨した時、自分の墓地に存在する宝石力で100以下のモンスター一体を特殊召喚することができる。特殊召喚されたモンスターの効果は無効化される。このカードをシンクロ素材とするのは、ドラゴン国モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。また他のシンクロ素材モンスターはレベル4以下のモンスターでなければならない。墓地の沼地の走り法を特殊召喚する。黒光りするシーンによるシンクロ封じなど、このデブリドラゴンには関係ない。レベル4デブリドラゴンに、レベル3ヌナチのマシン法をチューニング。冷たい炎が世界の全てを包み込む。漆黒の花よ、火だけシンクロ召喚。現れよ、ブラックローズドラゴン。ヒールドをリセットさせてもらう。ブラックローズカイル。現場予定、除外されているカードを全部墓地に戻す。これで一安心。と、正しくリッター、おめえはダメだ。次のターン、俺の首を試させてもらう。ターンエンド。時ればいいように、釣ればいいように、自分を確かめ。